い、皆さんお待たせしました。打ちたて、そして茹でたての新そばご用意いただきました。こちらです。こちらが大久保が切った盛そばではございません。こちらは新井さんが切った盛そばになっています。見た目も美しいですよね。そしてこちらが大久保が切った盛そばになっています。明らかにそばの太さが違いますけれども、味は一体どうなのでしょうか。まずは二平さんの盛そばいただきます。いただきます。お、透明感があるおそば、美味しそう。お、長いですね。いいですね。美味しそうです。いただきます。お店で味入るそばです。あ、美味しそう。うん、香りも良くて、そして味も甘みがあって美味しいです。さらに喉越しがいいですね。もう本当に大満足です。さあ、いよいよ大久保が作った盛りそばいただきます。食べるの、あ、どうかな。見てください、この太さ。きしめんですかというぐらいなんですけれども、いただきます。きしめんより太いんじゃない。ちょっと短く、味は美味しいです。ですが、すみません、あの噛み応えがすごいですね。あのそばは程よい太さが大事なんだなと改めて感じました。味はとっても美味しいです。二平さん、猪苗代町の新そば、特徴を教えてください。特徴はあれですね、ちょっと緑かかって香りの高いおそばになっています。本当に香りが豊かで美味しいです。猪苗代町のそばは大自然が生んだ綺麗なお水を使っているので、その美味しさがより引き立てられているということなんですね。さあ、さらに今日はこのお店で大人気のメニューもご用意いただきました。お願いします。こちらが祝言そばです。祝言とは結婚式のことを言いまして、お祝い事があるときに食べるということなんです。今日はですね、手打ちそば体験うまくいったということでお祝いしていきましょう。いただきます。うまくいってないけどね、そんなにね。まあまあいいか、満足してるなら。あ、こちら鶏とごぼうの出汁を使っているということで、コクがあって美味しいですね。そうですね、コクがあって美味しい。コクがあってとっても美味しい。そしてこれから寒くなる季節、温かいそばは体に染みますね。はい、最高です。そして皆さん、最後にお知らせです。岩菓子館をはじめとする町内19のお店では新そばを提供しています。今月いっぱいですので、皆さんぜひ味わってみてください。本当にの猪苗代町の新そば、美味しかったです。以上、中継でした。ありがとうございます。あの、素材は一級品でも、打つ人も一級品じゃないといけないと、ね、作る人もね、それをまじまじと感じた。中継でした。でも本当になんか味は美味しそうでしたね。美味しそうでした。新そばの季節、あの限られてますので、ぜひ味わってみてください。中継でした。